はい、皆さんこんばんは。本日はね、映画を見てきました。で、本日見てきた映画はこちらになります。劇場総集編ボッチザロックリリーということでね、こちらを見てきましたと。で、チケットがね、こちらになります。で、あとね、入場者特典がね、なんと2つもありましたと。こんな感じになってますね。はい、というわけでね、劇場総集編ボッチザロックリリーですね。アニメシリーズは見てなかったので、まあ今回ね、この総集編で見ちゃおうかなと思って見ましたと。で、あの劇場なので、あの当然なんですけどね、音響はめちゃくちゃいいですね。なのでね、ベースの音がね、すっごいよく聞こえるので、もうベースの音がよく聞こえるのはね、もう最高のアニメですねそんな感じになってます。まあね、まあベースとかね、他のね、楽器の音とかもね、すごい綺麗に聞けるので、本当にね、劇場版で見た方がいいですよね、これ。ロックバンド系のその映画は、あの劇場のね、映画のその予告とかあるじゃないですか。予告の時ではその音響効果生かしてないので、あの劇場のね、このボッチザロックリリーとかね、こういった予告とかあるじゃないですか。予告でそのね、映画で見てもね、映画館で見てもそんなに音良くないなって思われるかもしれないんですけど、あの予告では音響効果は全然活かしてないので、音響効果の楽しみはこの映画本編だけなので、ぜひ、まあ、ね、あの音がいいので、映画館で見てほしいなって感じになってますね。で、今回はね、前回やったね、ボッチザロックリの続編でリリーということで、ね、リリーっていうのはね、あのアジアンカンフージェネレーションの歌にあったなと思ったら、あのエンディングでこ のリリーをね、あの結束バンドかなんかで歌ってましたねああリリーだと思ってね、あいい気が利いてんなと思ったんだけど、まあ、そんなわけで前作はね、このまあ後藤ひとりさんですね。後藤ひとりちゃんがあのすごいね、コミュ障がね、ちょっとね、同意すぎたコミュ障なんですよね。極度すぎてちょっとね、引くぐらいのコミュ障のここまでコミュ障でいるのかってぐらいの後藤ひとりさんですね。そのコミュ障、人に会うのも怖いし、人ごみの中に行くのも怖いぐらいのコミュ障という後藤ひとりさんが、まあ、ギターをきっかけにね、他校の先輩である、にじかちゃんとりょうの組んでるこの結束バンドに誘われて入って、でさらに、ね、高校の同級生で人気者のね、もう陽キャを代表するようなね、その北さんですね。この北さんを誘って、まあなんとか誘えてね、なんかね、結束バンドのボーカル兼ギターとしてこう入ったっていうところが前作ですよね。そこでちょっとライブハウスでライブをしましたみたいな感じで、まあなのでね、結束バンドのね、バンド自体のね、その実力というものは結構ね、バラバラって感じなのかな。まあまずね、後藤一人は、ね、友達がいないので、とにかくギター弾いて、あの YouTube みたいなところでこのね、ギターを弾いてみたっていう動画を上げて、そこでね、ちょっと人気者なんですね。ギターヒーローっていう、ちょっとしたね、あの有名なそのギター系 YouTuber みたいになってたんだけど、そういった意味ではね、その一人弾き、一人で自分の部屋で弾くには天才なんですね。めちゃくちゃ天才なんだけど、まあこの極度のコミュ障なところがあるので、まあ、人前ではそんな、そのね、実力半分も出ないぐらいな感じですかね。そんな感じになってます。で、このリョウっていうね、ベーシストなんだけど、何気にね、うまいんですよね。うまいしね、バンドの知識も豊富で、ちょっとね、そのこの実力のその深さがね、ちょっとわからない感じがありますよね。ちょっと孤高のベーシストみたいな感じで、ちょっとね、バンドでいろいろトラブルがあったらしくて、まあ、あのバンドを辞めてたところにこうにじかに誘われたみたいな感じですね。このにじかちゃんも、まあ、好きなもの好きで始めたのか何なのか、まあ、とにかく、まあ、それでもね、まあ、2年生ということでそれなりにこう経験も積んでるので、まあ、そこそこは実力あるのかなみたいな感じですね。まあ、なので、まあ、実力的にはもしかしたら量が一番うまいのかなっていう感じがして、まあ、後藤ひとりはちょっと特殊なうまさですよね。特殊なうまさがあって、まあ、でにじかちゃんはね、ちょっとね、ドラムなんだけど、まあそこそこ、まあ普通な感じですかね。まあそれなりにうまいって感じで、ただね、この北さんに関してはもうね、ここで急遽入ってきて、で最初はね、この結束バンドにこのベーシストの量が好きで憧れていたので入ったのはいいんだけどね、ギターとして入ったはずなんだけど、ギター全く弾いたことがないし、ギターに関してはね、知識もまるでないんですよね。なので実力としては一番多分ね、低いと思うんですよ、この北さんが。実力低いんだけど、まあボーカル兼ギターで入ってるわけですね。ただね、まあその前向きな性格と、そのちょっとね、努力家なところ面もあるので、まあ、努力をし続けてるって感じですかね。そんな感じになってます。で、今回ね、前作の続きということで、このバンドができてライブハウスもやりましたまでのところまでやりましたね。で、そっからの続きですね。で、夏休みがありましたってことで、夏休みがあったってことで、じゃあ夏休み何みんなでやりましたかみたいな、夏休みの最後の日にね、会うわけなんだけど、まあ、後藤一人は、まあ友達もいないので
で、当然のごとくねギターを弾いていた毎日だけしかなかったっていうことで、気がついたら夏休みが終わっていたという寂しいその人生ですね。寂しい夏休みを送り、まあ他の人たちはそこそこ充実していたというか、そんな感じの、まあ、あの夏休みを送ってたわけですよ。まあ、にじかちゃんはまあ家のこととバイトをしていたとかで、まあ寮は寮で、まあ、まあ独自のね生活をしていて、で、まあ特にね北さんはね友達が多いのでね、毎日その友達と遊びまくっていて、あの後藤一人のこと忘れていたみたいな感じで、うん、そんな感じになってましたね。そんな感じの、まあそれぞれ、ね、夏休みを送ったんだけど、まあ後藤一人はもうね一人で居すぎたせいかね、ちょっとこ心は壊れていたので、まあ、みんなでね最後夏休みの最後の日ねなんか思い出作ろうってことで、江ノ島に行くみたいなね、そういったちょっとした最後の夏休み最後の日をね、エンジョイするっていうところが始まり、で文化祭が始まるわけですね。文化祭始まるんだけど、まあこのね先輩2人の高校ですね、こちらはね固い文化祭であまりね文化祭らしいことをやれないので、でこっちはね、後藤一人とこの北さんの高校ですね、こちらの文化祭普通の文化祭ですよ。まあよくある高校ものではね必ずあるこの文化祭イベントですね。でこの文化祭で、後藤一人が何を思ったのか、結束バンドでねちょっとこのライブやりたいなって思っちゃったわけですよ。なんか知らないけどなんかねいろいろとこう盛り上がってきて、ただそれでもね心が折れて、やはりやめたいなみたいな感じになって、文化祭のねその個人出し物として結束バンドで出ようと思ったけど、まあやめてしまうわけですよね。やはりねやめて正解だったなんて思うわけですよ。まあただね先輩たちはねあのやる気に、その先輩たちはね全然ねあの自分たちの高校ではやれないのでね、嬉しいよやりたいよなんて言うんだけど、後藤一人ね心が折れてしまってやらないなんてことを言うんだけど、まあ北さんがねその紙を見つけてしまい、まあ当然のごとく、まあそんなね高校の文化祭ではこのね出場することになるわけですよ。まあそんな感じで、まあ、北さんの前向きな性格のおかげで結局ねこの後藤一人もね折れかかった、やめようとしていたこのね学園祭ではねあのバンド出場っていうのをやることになってしまうわけですね。でそんなわけでね、まあいろいろ紆余曲折しながらも、まあこの文化祭に向けて話が進んでいくわけですよ。でその間では、あの前作ね「ボッチ・ザ・ロック・リ」で出会ったそのね天才ベーシストみたいな女性がいるわけですよね。酔っ払ってるベーシストがいて、でこの酔っ払ってねこのベーシストと出会って、この酔っ払ったベーシストのそのバンドですね、このバンドのライブシーンが今度入ってきますね。そこでこのみんなで見に行くことになって、でこのベーシストのね、その酔っ払ったベーシストの人のバンドの凄さを知るみたいな感じになっていきますね。まあ、そういった感じでねみんなも影響を受けたりとかして、まあ、みんなそれぞれねこのもうボッチ・ザ・ロック・リリーに関してはもうみんなそれぞれの個性が出ているので、まあいろいろねそれぞれの感想があったり、それぞれのそのなんだろうな考え方みたいなのがねだんだん浮き彫りになってくるっていう話になってきますね。でそういった感じで、あの文化祭でのこのねライブでの向けてのねそれぞれのこの考え方みたいなものがその鮮明になっていくって感じになってきますね。で後藤一人はね、なんか補習受けてて、あの動けなくなっているところに、で北さんはね一番実力が劣ってるのでね、この間にねその後藤一人がねその補習でその足止め食らってるところを一人でね練習して、先輩たちと練習したりとかして、まあねその他の人たちよりあの足を引っ張らないようにねしようと努力をしてたりとかね、そんな感じで、まあ着々と準備が進んで、まあ文化祭当日ですよね。まあこういった女子高生ものでありがちなメイド喫茶とかね、そういったイベントがあったりで、そんな感じで、まあ文化祭エンジョイしつつ、文化祭のライブをねこの結束バンドがね今までこの培ってきたものがどう生きるのかみたいなのがね、そういったものになってきますね。体育館のこのあのライブ会場で、まあ今まで出会った人たちですよね、この結束バンドにファンになった女の子や、まあクラスメイト、あとその酔っ払いのね天才ベーシストや、その酔っ払いベーシストの先輩でありにじかちゃんのお姉ちゃんもねやってきたりとかね、みんな集まって結束バンドを見守るみたいな感じになってきますね。でその中ではね、まあちょっとねこのあの後藤一人のねギターのトラブルがあったりとかしながらも、そこをね臨機応変に乗り越えていくっていうね、そういった話、そういったライブになってきます。そんな感じになってきますね。まあ今作ではねみんなそれぞれのねキャラが立ってて、まあ結構ねそういったところで面白みがあったりねしましたね。まあ、とにかくねこのね後藤一人のね度を超えたこのコミュ障性格ですね、これがねなかなかやはりね度が超えてんなっていう、まあ、正直ねそばにいたらめんどくせえなと思うようなねキャラ
ラクターですけど、まあ、みんな仲良くやっていくし、まあ、そんな中でもね後藤一人のこのテクニックとか、まあ、キャラクターとかもね生きていて面白かったですね。まあ、このコミュ障があるからこそね、この北さんのね度を超えたこの陽キャとかこのなんだろうな前向きな性格っていうのも、まあ、バランスがいいんじゃないですかね。この2人は同級生っていうところはねバランスがよくで、まあね、こっちもねこの2人のコンビもまあ陽キャと、まあ、陰キャじゃないんですけどちょっとクールキャラっていう感じでね、ここのねバランスもいいんですよね。まあそんな感じでね、でエンディングのねこのね、アジアンカンフージェネレーションのね、リリーがねものすごく良かったなって感じがするし、まあ、あとねまあ、ライブシーンは、ね、みんなもう音がいいので本当にみんないい感じでしたね。とにかくライブシーンは見どころです。というわけで、本日はね、劇場総主演、ボッチザロックリリーを見てきたでした。では皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。